皆さんこんにちは、改造車ジャーナリスト土井パフォーマンスです。今回はボンドショップ浦和でカスタマイズさせていただいた車両を紹介したいと思います。紹介してくれるのは高橋店長です。はい、よろしくお願いします。今回紹介する車はこちら、はい、ゲレンデワイドスターでございます、はい、過去何度もご紹介させていただいて、数えるとですねついに15台目となりました。もう全店制覇してますんで、板金塗装のボンドボディまで単体で製作させていただいてますんで、なんと全店どころか2台3台作ってる店舗もあるということで、とてつもなく人気のこちらなんですけれども、はいはい、またワイドスターかと思ったそこのあなた甘いです。今回のはやばいですね。やばいですね、はい、ちょっとポイントを先にご紹介させていただくと、はい、まず今日必ず覚えて帰っていただきたいのは、ブラバスのカーボンパーツはやばい。やばい、はい、それともう一つ、はい、こちらのお客様、はい、ちょっと今化粧板ついてますけれども、めちゃくちゃ遠方のお客様からのご用命ということ で、はい、なんと、青森県から、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。結構少ないんじゃないですか、さすがに東北。いや、僕初めてですね。ですよね、はい、で既存のお客様ってことじゃなくって、まあ、今回これをきっかけにご用命いただいた車ということで、はい、そんなとてつもない車を順番にご紹介させていただきたいと思います、はい、で最近いろんな情勢とか為替の影響とかで輸入パーツの値上がりがえぐいんですよね。そうなんですよね、めちゃくちゃ高い。でパーツだけじゃ車の値上がりもすごいんですよね、はい、63で出た当初って2000万円ぐらいじゃなかったでしょうか。ですよね。今はもう3000弱ぐらいですよね。でそれと、まあ、並行してというかパーツ代もとてつもない金額になってると、はい、でなんと今回取り付けさせていただいたこのワイドスターキットも一番最初にリリースされた時よりもググッと値段が上がっておりまして、もうめちゃくちゃ上がってるんで、はい、で過去ちょっとパーツの値段いくらですよなんていう動画も作らせてもらったことあるんですけど、それよりかだいぶ上がっちゃってる。もう全然それじゃ今組めないですね。ということで全然過去の動画参考にならなくなっちゃうんですけども、はい、今回このワイドスターキットが100万円ぐらいそれをなんと組んでると、はい、だからもう車も高くなってるしパーツも高くなってるし、それでもこんなご用命いただけるとはもう本当にありがたい限りです。でもうパーツ もうフィッティングもいいし、もうここに関してはもう言うことないですよね、はい、ないです。ちょっとチリがとかっていうのもないですし、完璧じゃないですか。もうプラバス完璧です。そのワイドスターキットが、まあ、一周ついて結構ワイドになってると。はい、でさらに今回その最初に言ったカーボンパーツがやばいってところなんですけど、はい、そのやばいカーボンパーツが今回盛りだくさんということで、盛りだくさんです。なんとここにもここにも、まあ、こっちも言ったらそうですね、カーボンパーツですよね、はい、これ何がやばいかというと金額がもうバグってる。バグってる本当に。まずいいですか皆さん、こちらのカーボンフード約200万円します。これ乗せるだけですもんね。乗せるだけですね、はい、加工とかなくこう乗せて形が変わるっていうキットなんですけど、はい、約200万円ほど。そしてこちらのグリル、こう分かりますでしょうか、この一周ですよね。そうです。で真ん中にこのブラバスのロゴ入ってるこちらのグリルがなんと約60万円ということで、これでも結構見た目変わりますね。変わります、ガラッと変わります。これあるとないので、ここが一周こう出っ張るんで全然シルエットが、横から見た時のシルエットも変わるということで、そしてなんとこっちにもカーボンパーツが、はい、そしてここにも。そうなんです。こちらがなんと80万円ほど、はい、そしてこちらが60万円ほどということで、はい、100万円これやばいね。やばいです。値段聞いて2度目びっくりだね。これついてる車もあんまりないと思うんですよね。確かに今までの気軽につけられない。そうなんですよね。というわけで前回りもうほぼフルですよね。そうです。ここも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 全部カーボンになってると、はい、そして今回ボディカラーこれマットにしたんすか、もともとマットの車です。でプロテクションもじゃあこのマットのプロテクションは全部貼ってます。もう必要です、はい、絶対必要です。というわけでプロテクションフィルム、ステルスタイプですよね。そうです。ツヤのないタイプのフィルムで全部こうガードしてて、なおかつこのカーボンパーツはじゃあこれどうしよう、これもうマットクリアで塗ってるんですよね。あ、そうなんだ、はい、でステルスも貼ってあるんだよね。そうです。というわけで、まあ、二重にマットになっているということで、はい、全部一体感がポイントポイントでこうツヤ出してパーツ目立たせたりなんかっていうやり方もありますけど、今回は全部マットでまとめてると。全部マットですね、はい、であとは、まあ、グリルは塗ってます。あ、ここ塗ってるんだ、はい、これここのメッキのラインだけ同色で塗ってます。なるほど。あ、これ同色なんだ。同色で塗ってます。
ということでこの辺もここもこの枠も同色で塗ってます。なるほど。さすがにこのカメラのとこは塗ってない。塗ってないです。なるほど。この辺なんかも塗って全体的にまとまりがある感じになってると、はい、そして横を回っていきましょうか、はい、これ前だけでね豪華さが半端じゃないもうライト類も全部変えてるんです。え、変えてんの？変えてるんです。ナイトパッケージです。ライトも金額はすごいよね。そうですね。10万円するということで、はいはい、でこれとあとここも変えてますね、はい、一緒に黒いタイプになってると、はい、そしてこのワイドですよ、はい、で今回なんとこのワイドになってるということで、はい、構造変更もこのタイミングでやってるということ で、はい、あの結局ワイドになっちゃうんで車検証上の記載とズレが出ちゃうんでその辺の構造変更は必要になる、はい、ただあの車検が取り直しになっちゃうんですよね。そうです。でそのナンバーのついてる管轄の陸運局じゃないとその手続きはできない。え、どうするの？行くしかないですあ、これから構造変更する？もうしてあります。あ、してあるんだ。してあります。え、じゃあ一回組んで、はい、市に行って、はい、また戻ってきてるの？そうですとてつもない手間が、はい、なんか通常のお客様だと、まあ、車検のタイミングだったりだとか、そうですね、そういったタイミングの方がいいのかなという感じはしますけども、はい、こんな感じになってます。そして足元、はい、もうここももう鉄板じゃないですか。そうですね。今回23インチです、はいはい、こちらのブラバスのホイール、もうここまで来たら黒ですよ、ね、そうですね、はい、でホイールはマットじゃなくて、そうです、ここだけちょっとこう差し色じゃないですけどあえて変えてツヤのある方でつけてます。メリハリのあるこのグロスブラックのこちらのホイール、これ単造ですもんね。単造です。とは言ってもこのサイズですから結構な重量ですけれども、はいはい、こちらのホイールが装着されて、はい、そしてもうここまで来たらキャリパーやってないはずがないですよ。そうなんです、はい、キャリパーも黒でペイントされてブラバスのロゴになってると、はい、これちょっと見えるパッドがシルバーになってるのはもしかして？これは低ダストですね。なるほど。結構ゲレンデもダスト出ますからね、はい、特に黒系だと目立たないんであのダスト出ないタイプじゃなくてもいいだろうとかってたまに言われますけど逆に目立つんですよね。目立ちます。あの赤茶っぽい感じになっちゃうので結構このローターの削れカスだと錆びちゃうんで赤いこうダストがついちゃうんですよね。そうですね。というわけで今回は低ダストのブレーキパッドも一緒に入ってる、はい、そしてローダーも結構してあります。はい、これ IID のスプリングですね。なるほど、はい、サスペンションも入ってる、はい、結構ローダーのスプリングもいろんなメーカーから出てますけれども、はい、結構乗り心地が違ったりだとか、はい、あと前後のバランスがメーカーによって全然違うんですよね。はいはい。で輸入物だと結構後ろ上がりが多い、はい、TIFの関係かなんかでちょっとこう前傾姿勢なものが多いとかって国内製造のこの IID のタイプのローダウンだと前後のバランスもなんかその辺すごく考えられて作られてるんで同じぐらいになっていると。ちょうどいいっすね。ここもここも、純正はグロスの黒なんですよね。あ、やっぱり、はい、これはラッピングしてます。ラッピングで黒くなってると、はい、もう徹底的にグロスの部分をホイール以外消し込んでる感じですね。 はい、そしてそのまま行くと、まあ、ここも高いです。まあまあ高いです、はいはい、もっと高いのがここ、はい、これやばいんですよね、はい、これがなんとですね、いいですか皆さん、ここの準備は、まあ、ここと後ろと反対側前後ついてるわけなんですけど約150万円しますこれだよ、はい、これやばいね。ちょっと私引いております、はい、そしてですねここだけじゃないんです。もうここ差し色何にしようかなっていう問題じゃないんですよ。ここだけじゃなくてなんとこの上も、はい、これもカーボン、ここもですね55万円ほどいたします、はい、超豪華じゃない？めちゃめちゃ豪華。あ、でこれ今回右ハンドルの車なんですけど、うん、右でも大丈夫です。あ、そうなんだ。マッチングがじゃ左しか今までなかった。なかったっす。で今回右ハンドルにも適用することが判明したんで、はい、そうです。右ハンドルのオーナー様でも、はい、まあ、気軽に全然注文できないんですけどもまあカーボンのミラーにすることができると、はい、で結構いろんなパーツ、はい、まあ、他のメーカーからもカーボンのミラーだけとかって出てるじゃん。ブラバス全然違うよね、クオリティが。違います。あの目もめちゃめちゃ綺麗だし、なんといってもフィッティングがめちゃめちゃいい、はい、だとあの耐久性も結構高い。結構安価なあのカーボンパーツだと結構クリアがダメになってすぐ黄色くなっちゃったりパリパリになっちゃったりとかしますけど、その辺やっぱり高いだけあって耐久性も間違いないんで、まあしっかりしたものを選んでいただいた方がいいかなと。であとはこれもう定番ですね、ここ、はい、これはプロテクションでマットブラックの、はい、はい、でこれ外側はあプロテクションか。そうです、そうです。昔あの重ねてプロテクションとか買ってましたけどね。今はカラープロテクションがあるんでもう1枚だけ。なるほど、はい、で簡単に言ってますけどこれ貼るのめちゃめちゃ大変なんですよね。そうですね、全部バラしてなんとサイドステップを全部分解して貼るということで、はい、そして発見しました。はい、電動ステップもついてます、はい、というわけで開けると出てくる、はい、で63なんでショートバージョンですよね。そうですね、はい、でこれ端だけじゃ黒くなってるんですかね。ここですね、ここ、こことここですね、はい、あ、ここもか、はい、はい、というわけでサイドステップも真っ黒にして、はい、まあ、この辺の利便性もやっぱりローダウンしてるとはいえあった方がいいかなと。そうです。そして
それをそのまま閉めていただいてもいいですか。はい、ご覧ください。なんとソフトクローズキットも付いてるということで、はい、ついてます。これいいですね。めちゃくちゃいいですよこれは。パシャって閉めてかっこいいは2022年まで2023年はこうゲレンデは皆さんこうこれつけてそっと閉めましょうということで、これがドア4枚ついてると、はい、まあ、男性の方であれば問題ないと思うんですけど、結構女性の方とかお子さんだと結構ゲレンデ閉めづらいですよね。そうですね、本当に思い切りさってやるともう本当に閉まんないんで、なんで今回ソフトクローズキットで、しかもこれがなんとボンドグループがもう一から起こして作ったソフトキットがついてる、はい、で結構類似品も今ネットで結構安く回ってるらしいんですけど、そういうのちゃんと動かないらしいん で、 あでクレームも確定になんか来ちゃってるとかって聞いてるんで当社で販売したものであればちゃんとマッチング取ってちゃんと動くの確認して、はい、でなおかつアフターフォローもできますんで、まあ、ゲレンデ全車種 OK ですよね。大丈夫です。400から350から、はい、でこれがドア4枚ついてます、はい、でこの辺なんかもしっかり黒くなったり、はい、であとは全部この辺もプロテクション。そうですね、プロテクションは全面貼ってあるんで。なるほど、この辺も全部貼ってあると、はい、そしてマフラーの方が、はい、これもものすごい値上がりしてるということで。そうなんですよね、はい、本当に出たての頃約100万円ちょっとぐらいでめちゃくちゃ高級なマフラーですねって言ってたんですけど、今なんと160万円ぐらい、失礼しました、180万円でしたすごいね、これをついちゃってると、はい、ただこれ車検対応なんですよね。車検対応すごいのは、はい、で迫力のサウンドということで、はい、結構車検対応だと音静かになっちゃうマフラーなんかも最近少なくないですけど、ちゃんとブラバスの場合 E マーク、車検に必要なマークもついてて、なおかつ車検も対応してると、はい、そして後ろのホイールも、はい、同じようにこの感じ で後ろも当然キャリペンもしてあるということで、はい、すごくないこれ。すごいんですよ、うん、この車でなんかこう目立つことやってすごいんじゃなくて、すっごいこうまとまりのある、はい、言ったら本当にこうそんな目立つことしてないのにめちゃくちゃお金がかかってるってことなんですよね。下手したら本当にこうなんかもっとカラフルにしたりとかマンスリーみたいに前後違う色にしてもいいぐらいなんかお金かかってますけども、はいはい、もう本当にシックに全部まとめてあるということで、はい、で先ほど言ってたこのダクトも後ろもしっかりついてると、はいはい、そして後ろに回っていくと後ろがまたびっくりなんですよ、はい、カーボンパース高いって言ってるじゃないですか、はい、これカーボンパーツに見えないんですけどカーボンパーツなんですよ。カーボンパーツです。これなんとこのロゴのとこだけ残して全部塗っちゃってると、はい、塗っちゃいました。これもとんでもない金額なんですよね。そうです、だったら見せたいじゃないですかなんですけれども、はい、今回これ丸っと塗ってここだけやってあると、はい、そしてプラバスのエンブレムと、あとはここも全部当然ですよね。これが多分今までなかったんですよ。フロントだけだったんですよ。あ、そうなんだ。で、この方がオーダーした時にこれが出ましたよっていうリア用の設定も出ましたよっていうなったんで。そうです。へえ、じゃあこれ初かもしれないですね。ワイドスターで多分ここがカーボンになってるのはないと思います。へえ、なんとここも前に合わせて。これかっこいいね。一周全部カーボンパーツついてる。そうです。確かにちょっとバランス重要になってくるよね、カーボンパーツちょっとつけた時に。で今回の場合はもう本当にフロントサイドリア全部一周どっから見てもフルフルでカーボンパーツがついてると。そうです。こんな感じのエクステリアになっています、はい、じゃあ続いて内装、はい、もう定番といっても過言でないんですけども、ペダルだったりだとかマットだったりだとか、はいはい、その辺もしっかり入ってると、はい、ドリンクホルダーなんかの小物もいいですね。そうですね、はい、これブラバスじゃないですけど、これははい、そうですね、超便利アイテム、はいはい、この辺なんかもついてると、はいはい、皆さん、そしてですね、驚くのはここじゃないんですよ。今ちょっとマットのところでちらっと見えたステップスカフプレート、はい、視界に入りましたでしょうか。カーボンパーツ最初にやばいって言ったじゃないですか。このスカフプレートの金額がやばいんですよね。やばいですこれ。なんとこれ4枚5枚、トランクまで入れて5枚。そうです。これがなんと約180万円ということで、これ色が変わるんですよね、はい、そうですね、アンビエントと連動して色が変わるということで、これちょっと踏めない？踏めないんですよ。乗り降り嫌です。プロテクション貼りましょう。貼ってない。貼ってないです。早急に貼りましょう。ということで、これがドア4枚ついてると、はい。なかなか見かける機会もないと思うんですけども、ブラバスのゲレンデドア開けてこれがついてたら皆さんびっくりしましょう。はい、そしてですね、この辺に合わせてなんと室内のこのインテリアのステアリングだったりだとか、はい、カーボンのパネルなんかも、はい、これマットになってるんですけど、はい、これ純正設定ない。ないです。あ、今はこの内装パネルはエディション55っていうのが
あ、そうなんだ。出たんですけど、それはなってましたね。でも部品というか、通常新車で買おうと思っても選べないはず。はずが、今回まあ少なくともこちらの車はもともとはグロスのカーボンだったの。いや、もともとはグロスのブラックでした。あ、ブラックだったの。そうだ、カーボン内装を一式用意してマットクリアにペイントして交換した。本当に純正パーツを。そうです。マジ、はい、どこまでお金をかけるの。ステアリングももともと普通のレーザー巻きのステアリングだったんで、カーボンステアリングを取ってマットクリアにペイントして。やばー、本当に。はい、でこれドアもそうだし、ダッシュのとこもだよね。そうです。すごい、こんなとんでもない層になっております。はいはい、これすごいね。でもこう外と統一感を。あ、確かにね、はい、って言うのは簡単だけど。金額がバグっております。はいはい、じゃあ最後になりますけども、今回ちょっとパーツの金額を言っちゃってちょっとやらしい動画になっちゃいましたけども、皆さんにこう金額覚えていただいて二度びっくりしていただけたらいいかなと。はい、そしてですね、これびっくりするのこれだけじゃないんですよ。青森県のお客様ということで、なんと冬の準備もしてあるということで、はい、ブログには先に出てましたけども、はい、こちらのタイヤホイールの他に、はい、冬用のタイヤホイールも一緒にご用命いただいていると。そうですね。で、いや冬用なんて全然、まあ、うちの地方でもあるよと思ったそこのあなた、冬用のタイヤホイールなのになんとアメリカ製タンゾホイール HRE の 23?24?22 ですか、はい、22インチのアメタンをなんと冬用に一緒に用意していると。アラブの石油王かなんかですかっていうくらい、あのワイルドな感じになってますけれども、純正ホイールの使い道がないっていう。あ、なるほど、もったいないです。というわけで、もう隅から隅までこんなカスタマイズが施された車なんですけども、はい、まあ、今回この見ていただいたものを参考に、まあ、いろいろポイントポイントでもいろいろ取り入れてもいいかなっていう、特にこの下回りとかこの辺だけなんていうのはワンポイントでもかなりいいんじゃないかなと思いますので、ぜひ、ね、ぜひ参考にしていただいて、はい、ボンドショップ浦和高橋店長にご相談いただけるといいんじゃないかなと思います。というわけで、はい、ボンドチャンネルのチャンネル登録と SNS のフォローもよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。